こちらはパチンコ反対、パチンコ廃絶、パチンコ廃止の日本第一党、日本第一党でございます。ただいま共産党の皆さんが手を振って応援をしております。共産党の皆さん、ありがとう、ありがとうございます。彼らはですね、パチンコ反対を叫ぶと、それが人権侵害、ヘイトスピーチだと言っております。これがですね、共産党の姿です。皆さん、この姿をよく見といてください。これが共産党です。共産党のこの国です。共産党はですね、このように我々のパチンコ反対の主張を何度もかんでも人種差別だと、ヘイトスピーチだと訴えております。ヘイトスピーチの不対決違反を行っている共産党の皆さんです。皆さん、立ち会う皆さん、共産党に気をつけましょう。これが共産党の姿です。恐ろしい悪者の姿、犯罪者の姿はこの共産党です。パチンコは個人の命だけでなく、国家の命、つまり安全保障体制にも悪影響を与えています。過去に国会で報告された数字だけでも、パチンコから違法に北朝鮮に流れた資金が分かっているだけでも700億円に上っています。この資金は北朝鮮で拉致、麻薬、偽札などのテロ工作の資金源となり、さらには核兵器の製造やミサイル実験にも使われています。日本は日本人の手で首を絞められている状況なのです。シュプレヒコー、日本の安全保障を脅かすパチンコ、バンコ反対、反対。立川駅ご通行中の皆様、マイクのところ大変失礼いたします。周りでですね、ご覧の通りパロックと言われるですね、人間社会のゴミ、ダイ、ウジ虫、ゴキブリがただいま騒ぎを起こしております。この騒ぎをご覧になって皆さんどう思いますか？我々はパチンコを廃止しろと訴えているだけです。パチンコ廃止は国民の願いです。その証拠に、パチンコはもうすでに3000万人のパチンコユーザーから970万人にまで激減しております。にもかかわらず、パチンコはから金をもらい、そしてパチンコ反対が人種差別だと抜かす、このわけのわからない連中が実力行使で妨害をしております。こんなことが日本社会で許されるんでしょうか？ご覧の通りね、中指立ててるでしょ。中指立てるなんていうのは日本人ではありえない。日本では人の目前で中指を立てるなんていうね、そんなプレーな話はないんです。そこのね、頭が片方だけハゲてるおっさん、お前ね、お前いい加減にしとけや。ハゲが悪いと言ってるんじゃない、お前が悪いんだよ。私たちは数多くの自殺者を生み出し、また子供たちを基地に送り込むパチンコの弊害を訴え、パチンコの即時廃止を求める日本第一党、そして有志一同のデモ隊です。皆様もパチンコに対して共に廃止の声を上げましょう。シュプレヒコール。日本からパチンコなくすぞ。こうしたパチンコの行政に対し、我が国政府は無策であり、無策であるばかりか、警察も一緒になって参戦方式などを作り、違法賭博を黙認している状態です。パチンコ店、警察、パチンコユーザー、これが本当の暫定方式です。その間に子供を車の中に置き去りにする。おいそこの赤いやつ、お前信号無視したろ。どこを言うだろ、警察で逮捕せよ。それどこを言うだろ、ちょっと待て、あいつ
赤い服着たね、なんかわけのわからん小敷みたいなおっさん、彼は今ですね、暴行犯や信号無視をしました。ですので、彼これ現任してるんですよ。警察官も現任してるんだから、少なくともそのね、その人間を逃げられる確保するのが警察の仕事じゃないんですか。警察官は逮捕しろ、逮捕しろ、我々はパチンコ反対、パチンコ廃絶、パチンコ廃止を求めてデモ行進をやっております。ただいまですね、さまざまな妨害を受けております。これ共産党です。共産党が金を払ってパチンコ反対がヘイトスピーチだとわけがわからないことを抜かしております。これまで散々ですね、彼は妨害をしておりますが、この共産党員たちが今ご覧の通りパチンコ反対に反対をしてるわけですね。とんでもない連中です。日本人をぶっ殺そうとしてるのはこの連中です。皆さんこの顔覚えておいてください。おばちゃん、おばちゃん、あんたのことだよ。君ね、子供いないの？子供いたら普通ね、パチンコ反対って言うよね。君子供いないんだ。いや、そうだろうよ、ね、君みたいな遠野だったね、女なんか誰も相手にしてくんないよ。それはわかる、わかるけれどもね、でも子供の命は大切だろ。そうは思わないか、おばちゃん、おばちゃん、君に言ってるんだよ。そう、君だよ。君に言ってるんだからちょっと考えろよ。君、女だったらね、女だったら少なくとも子供たちの命を守るというこの掛け声に一緒に応募と声をかけなきゃいけないんだよ。違うかよ、おばちゃん。パチンコのために借金に借金を重ねる、そうした結果がパチンコホールのトイレでの首吊り自殺です。あなたが死ぬなら、だけならまだしも、子供を連れてパチンコ屋で遊び、その間に子供を車の中に置き去りにする、結果蒸し焼きにされた子供たちがこれまでに60名以上も亡くなっています。指定不幸、借金を生み出すだけのパチンコを返済するぞ。在日系で占められています。彼らの祖国である韓国では社会に害をなしている理由でパチンコは禁止となっているのです。賭博が合法の米国でギャンブルの売り上げが年間5兆円、賭博が違法なはずの我が国ではパチンコだけで年間20兆円の売り上げを記録しています。また他国では認められていない子供たちが自由に行き来する場所、商店街などに賭博場があります。どう考えても我が国は異常です。失礼しまーす。異常賭博個人系範囲に転生するぞー。はい、この様子をご覧ください。パチンコ反対を訴える我々デモ行進に対し共産党です。あれは共産党が雇ったですね、パオクです。小汚いパオクです。頼むから、頼むからお風呂に入ってきてちょうだいね。500円あげるからお風呂に入ってきて、それから抗議をしなさい。このようにパチンコ反対、この抗議の声にこのように人種差別だと言ってくるのが、因縁をつけてくるのが共産党です。皆さんが共産党に票を入れるということがどういうことか、これで分かったでしょう。ぜひ皆さん、次の選挙で共産党にだけは絶対に一票を入れないように。共産党です。このふざけたですね、このふざけた抗議活動を続けている、これが共産党の姿です。自分たちに都合が悪ければ何でもかんでもヘイトスピーチだと抜かす、それが共産党です。こんな共産党ぶっ潰すぞ。おはようございます。誰か一人脱落してる人はいないですよね。誰もいないですよね。大丈夫です。もう力強くパチンコ反対のデモ行進のね、この声立川中に響かせることができました。こういうねデモっていうのはもう本当日本ではもう数少ないです。しかしね、こうやってもうずっともうまあね、なんて言うんでしょうか、公の秘密みたいな形で のさらされてしまったこのパチンコ、
もうね、本当に皆さんの力で終わりにしなくてはなりません。そして私ね、今回のデモ行進で一番あいつらに腹が立ったのは、まあ気づいた方もいらっしゃるかもしれませんけど、目が不自由な人がいたんだよね。カウンター側の方にね、いたでしょ。目が不自由な方、確かにこのね、障害、肉体的な障害に対してはフェアでね、それはね、きちんとした社会的なケアが必要ですよ。しかしながら、こういう極めてですよ、政治思想が強いような、しかも極左に、この自分の肉体が弱っている時に甘い言葉で自分たちの陣営に引き込もうとする、こういうのを鬼畜外道の集団でやることじゃないですか。共産党が、まあ、きれいごと普段言ってますね、差別はやめろって。それで私たちが差別主義者だ、ちっちゃいやつが大きなストレス発散をやってる、だったらこいつらなんで沿道であんなに一生懸命カウンターしなきゃいけないんだ。殺人集団がね、今まで日本人を爆弾を作って散々殺してきた共産党、これが表向きで偽善を並べ立て、きれいごと言って日本人を散々騙してきました。そいつらが共産党、そいつら共産党がこんな普段ね、本当日本人が怒って真実、事実に触れるとあんなに共産党がギャーギャー言いに来ます。これが日本の現状です。はい、皆さん、今日はですね、大変お疲れの中、参加いただきまして誠にありがとうございました。おかげさまで大盛況のパチンコ反対デモになりました。ありがとうございました。周りで、ね、騒いでるこの連中、共産党の連中の哀れさ、皆さん見た通りです。お前らまず風呂に入ってこいや。話はそれからだよ。あのな、風呂に入らずにね、何やってんだよ。お前らね、ちょっと汚さすぎなんだよ。というかね、今この場においてメガホンを使っていいのは我々だけです。あれダメだろ。いやいや、これまで投資と生活している、存在や平和スピーチというもの、おかしいでしょって言ってる。逮捕してください。
女子大いっぱい逮捕されてますので、あなたたち調べようと思えばどこが誰だか分かるでしょう。女子大を逮捕しろ、おたく女子大を逮捕しろ、おたまを許さないぞ。今日のね、パチンコ反対デモ、多分ですね、皆さんの記憶にも、そして立川市民の皆さんの記憶にも残ったことと思います。それではですね、お気をつけてお帰りください。彼らはあちらに釘付けになりましたので、これで皆さん帰れます。では皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご協力ありがとうございました。行くのか、やかましいやつは。まずね、まず向こうを逮捕しなきゃダメだって言ってんだよ。君たちおかしいだろう。これ逮捕しなきゃおかしいでしょ。いや、というかね、これ我々しかね許可もらってないんですよ。ここでメガホン使っていいなんて許可、君たち我々しかいないはずだよ。それがなんて向こう家庭使ってるんだ。おい、メガホン使ったやつもう一回やってみんや。オカマの吉田、はい、出ますよ。オカマの吉田出てこいや。